ICF マスクワイヤーゴスペルコンサートにようこそお越しくださいました。開催が約1ヶ月延びたにもかかわらず、今日足を運んでくださった皆さん、本当によく来てくださいました。これからの約1時間、ゴスペル、すなわちグッドニュースとも福音とも訳される曲の数々をお届けしていきます。それでは ICF マスクワイヤーゴスペルコンサートスタートです。Joy!
今日初めての皆さん、はじめまして、4年ぶりのゴスペルコンサートということで、初の試み、いつも秋にやっていたんですけれども、夏に、真夏にやってみようということで、今日、まあ、1ヶ月の延長がありましたけれども、この日になりました。で、もう今日もですね、すっごく暑くって、今日だけじゃなくて毎日暑いんですけれども、ちょっと考えさせられたことがありまして、北海道の猛暑が全然終わらないのは、もしかして ICF マスクワイヤーのコンサートが終わらないからかなって、ちょっと責任を感じています。今日コンサート終わったら、きっと涼しい風が吹き始めるじゃないかと思います。それまでのしばらくの間、皆さんこの暑さに付き合ってください。よろしくお願いしますということで、2曲目は、Everybody clap your hands という、みんなで手を叩きましょうという曲を、もう2曲目なのにもうみんなと一緒に歌うコーナーにしました。なので、まだね、気持ちが追いついてない人がほとんどではないかと思うんですけれども、すいません、歌って手拍子をしてください。よろしくお願いします。それでですね、こっちソプラノのお姉さん方がいるんですけれども、こっちで、Everybody って皆さんにこう投げかけますから、そうすると皆さんは Clap your hands っていう風に歌ってほしいんです。いいですか？ Everybody、 はい、 Clap your hands。 ありがとうございます。もう練習してきたかのような感じでいいですね。はい、で、それがあります。 Clap your hands、 あなたの手を叩いてください、一緒に叩こうっていうことですね。そしてですね、あとは、手を叩かないと成り立たない曲なので、ね、ずっとこういい感じで、私たち今日マイク持ってるので手が叩けないので、皆さんのクラップ、手拍子が欲しいんですね。で、お願いします。で、途中でもうちょっと難しく手拍子しろとか、いろいろ真ん中の小さい人がですね、いろいろ言うかと思うんですけれども、言われた通りに叩いてくださったらいいかなと思います。全然意味わかんないですけどね、歌ってみれば大丈夫だと思いますので、じゃあ皆さんでクラップヘーンとね、それと手拍子をするっていうので、ぜひ一緒に参加してください。 Everybody clap your handsWe'll be right back.
さやさんはイエーイイエーイ、ゴスペルアーティスト、ゴスペルピアニスト、そしてゴスペルの指導者として、もう日本全国で引っ張りだこの方なんですけれども、もうなんとそのさよさんが札幌在住だということに、本当に私たちはですね、なんちゅうラッキーなものであろうかと、本当に、いや、もうそうなんです、もう沖縄にいたとしても呼びたい、もう、そんな素晴らしい、指導者であること、本当に感謝しています。これから3曲、さよさんのピアノ伴奏による演奏をお届けしたいと思います。まず最初に、Lift Every Voice and Sing。そして、ヘゼカヤスプレイヤー、お聴きください。You.
試練の中で神様に助けを求める祈りがいつしか感謝と賛美に変わっていきます。これがゴスペルの力です。次の曲は My life is in your hands。 私の人生は主のイエス・キリストの御手の中にあると歌います。イエス様は私たちの弱さを知らない方ではなくて、私たちの涙を拭って、それだけでなくまた立ち上がらせてくださる方です。 My life is in your hands。Your heart is broken.
さあここでゴスペルについてミニメッセージがあります。クワイアでは新曲を練習し始める時にはいつもブライアンが来てくれて歌詞の意味を聖書からいつも教えてくれています。でそれが私たちの本当に心の糧となりまた力となってまた練習もそれで熱を帯びていくというそういうことになっていますけれども、そのブライアンに今日はメッセージをお願いしました。一番がイエス様で、一番愛してるのがイエス様で、二番目が多分家族、奥さんかな。そして多分なんですけど、三番目に愛してるのがサーフィンかなって思ってるんですけど、そんなかっこいいブライアン、どうぞよろしくお願いします。ブライアンどうぞ。ブライアンです、皆さんゴスペルコンサート4年ぶりでいいですね。1ヶ月待っても全然大丈夫です。4年待ってたからもう1ヶ月待ってても全然、どうったことないですね。ちなみに先月来て待ってた人いませんか？大丈夫ですか？だったら何か差し上げたいですけどコスプレはね、先ほどメッセージの中で入ってたようにグッドニュースですね。良いお知らせですね。世の中では悪いニュースがいっぱいあるんですね。まあ次から次へ戦争であろうかこう嵐何かといろいろあるんですけど、聖書の中のこのグッドニュースはいつも素晴らしい知らせがあるんですね。それはイエス様が2000年ほど前に来て私たちのために死んでくださって、そして蘇られて永遠の地を与えてくださるんですね。それは何か良いことしたからじゃなくて、全ての人を罪を犯して神様の前で罪人なんですっていうことなんですけど、イエス様が来てくださって代わりに私たちの罪を払ってくださって、そしてなんと神様なので3日後に蘇られたので、私たちはそれを信じて受けるだけで許され、そして永遠の命をいただくっていう良いニュースですね。皆さんもしかしたらこの中では知らない、そういう素晴らしいことを知らないって生きてきたかもしれないですね。私たち家族、私家族4人なんですけど、お父さん私と奥さんと、娘息子がいるんだけど、今は息子東京にいるけどあんまり一緒に行動しないけど、私たち3人奥さんと娘と、私がよくタリスの、アプリ、皆さん分かりますか？タリスのアプリがあるとポイント貯まりますね。で1万ポイント貯まったら、2人分の半額クーポンもらえますね。それもちろん店行くとポイント貯まるけど、毎日ルーレットがあるんですね。だ毎日ルーレットやって1ポイントから1000ポイントもらえますね。まあ1000ポイントもらうと嬉しいですね。でなんと半年前か分かんないけど、うちの妻がいっぱいポイント貯まってたのに、いきなりポイントゼロ、どうしたの、どうしたの、ブライアン、ゼロになったって。でまあうちの妻も私もそんなにIT 関係とかそういうのはあんまり得意じゃない方だけど、なんかずっと止まったポイントがゼロになって残念で終わりましたね。で半年経って、今最近暑いから私たち3人がよくやるのは、夕方涼しくなった8時ぐらいとか涼しくなったら、そういうスターバックスとかトリスとかどっかそのベランダがあるところに行ってちょっと涼しい時に一杯を飲むのが最近のプチ流行ってるブレブンズ系のことですね。でこの間、木曜日か水曜日暑かったから、うちの娘がその札幌ファクトリーのトリスのところにベランダがあるからそっち飲みに行こうかって言ってましたね。で行きました。で私は自分のアプリを出してチャージしたかったから、チャージしようとしたらなんかログインしなきゃならないとわけわかんない言って、パスワード忘れました。じゃあパスワード新しくしなきゃ、ずっとレジのそばにずっとやったりして、パスワード何にしようとやったりして、やっとパスワードはい新しくなった、どうぞってしたら戻ったらポイントゼロ。あら
うちの妻と同じ状態でどうしたのって今さっきまで9000何本とあったのに今ゼロってって店員さん聞いて分かんない分かんないそしてあるなんかすごい偉そうな人、頭良さそう の店員さん呼んで、どうしたんですかって説明したら、お客さんもしかしたらそのパスワードを新しくした時にログアウトされてませんでしたって言われて、あ、ログアウト、あ、かもしれない、見てたらログアウト、あ、ログインしたらどうですかって言われて、じゃあログインしますって、ログインしました。なんとポイント戻りました。そして、あら、うちの妻もゼロになってログイン、ログアウトだけかもしれないって一瞬思って、ちょっと妻の携帯いじったりして、あ、ポイント戻った、しかもたくさん入ってる、しかも無料の券も入ってる、知らなかったっていう出来事でした。この嬉しい出来事があって、こういうことはこの世の中にありますね。本当は知らないけど本当にずっとポイントあったんですね。私たちのもしかしたらちょっと間違いでポイントゼロになったかもしれないけど、ずっと素晴らしいポイント、要は素晴らしいことがあったのに なかったように生きてきたんですね。これは福音のゴスペルのことと全く同じです。私たちのこのイエス様が死んでくださって喜び、力、癒し、素晴らしい人生を私たちに与えてくださりたいんですね。だけど私たちそれ知らないで生きてるだけなんです。もしかしたらあるけど私たちただログインしてないかもしれない。ログインのやり方知りたくありませんか？私昔30年ほど前にちょっと不良外人の時に北大とかいろんな学校とか行って、最後北大に行った時はまだ不良がちょっと残ってて、でみんなの税金をもらいながら、文部省からもらいながらパチンコ行ったり寿司に行ったり、あ、たっぷり良くないことやりました。で私はだけどそのやってる最中でも喜びは一瞬だけですね。勝った時か酔っ払った時か何かいいことがある時だけですね。次の日は忘れるんです。で私はその生活が嫌で、周りはよく見えてても何かこの人生の意味がこれだけじゃないとずっと探し求めて、で聖書とイエス様のところにたどり着いたんですね。で私はその聖書の話を聞いて、メッセージとか聞いたりして、イエス様してくださったことを知って、私はある時これだったら私は欲しいです思いました。そしてログインしました。でログインしたら、なんとなんとなんと永遠な命だけじゃなくて今の時の喜び、癒し、解放、私パチンコからすすきのの生活から解放されて喜び与えてくださって、なんとなんで今までこういうふうに知らないで生きてきたのかなって、まあちょっと後悔はあったんだけど、だけどその時イエス様を受け入れて信じたことで私の人生ガラッと変わりました。皆さん今日はゴスペルコンサートで、皆さんにも今初めて、あ、イエス様してくださったことこうなんだって、ただログインすればいいんだって、素晴らしいこと待ってるんだって初めて聞いたかもしれないです。で私と同じように30年ほど前にしたように、私は今日最後の提案というか最後のおすすめっていうのは、私と共にほんのたった30秒でも、私の時も1分もかからないログインするのはどうですかって提案したいんですね。でそれはどういうふうにするかというと、聖書にこう書いてある、心で信じてイエス様が蘇ったことを信じて、神様イエス様は主であることを告白すれば救われますって書いてあるんです。
すなわち牢獄にされますよ。私の罪許してください。あの時嘘ついた、あの時プライドがあって、あの時あの人、蹴ったりしてた、許してくださいって、それだけで牢獄にされますって神様の約束なんです。だから最後にまたあのユキさんたちまたあの歌いますけど、その前にたった本当30秒で私のと同じような経験したい人がいれば、私今たった簡単な祈りをしますけど、その後を繰り返して言ってくださるんだったら、みんなと一緒に牢獄にしたいと思います。もし今日牢獄にしたくて新しい人生欲しいという方がいれば、ただ私の後を繰り返して言っていただいてもよろしいですか。では簡単なので今お祈りします。ただ目つぶって聞くだけで結構です。そしてあの牢獄にしたい、新しい命欲しいこと方がいれば繰り返して言ってくださるって、それだけです。じゃあお祈りします。天のお父さん、イエス様を送ってくださってありがとうございます。イエス様、私の罪のために死んでくださって、全部許してくださったこと感謝します。信じてあなたを受け入れます。私の心の中に今お入りください。今約束通り入ってくださったことを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン。このアーメンはパスワードですね。牢獄にされました。皆さん、これからの人生イエス様今受け入れたら牢獄にされてます。今自分の心の余裕見てたら、なんかポイント入ってます、喜びがありますよ、いいですね。もし今日、初めてこういう祈りをした方いらっしゃるんだったら、私と同じ時と同じように聖書をあげたいんですけど、もし今ローグインされて聖書欲しい方いれば、ちょっと手を挙げてくれたら誰かが挙げてくれるんですけど、そういう方いますか。今初めてイエス様受け入れてローグインしたけど聖書あの欲しい方いらっしゃらないですか。誰かいますか。手挙げてくれたらあの配りますけど、どうですか。手は、あ、はい、一人ありがとうございます。今配ります。ローグインされました。今日からタディス行きましょう。やっぱそこです、そこです。他の方いらっしゃらないですか。聖書欲しい方今手を挙げてくださった方、今本当ね、あのね、ここみんなわかんないけど眩しいです、見えないですよ。いらっしゃらないですか。他の手を挙げて今今日イエス様受け入れた方、牢獄にされた方、または牢獄にされてないけど聖書欲しい方いませんか。いませんか。ではあの4年ぶりなので、あのまたゴスペル聞きたいと思いますね。そしてこれから牢獄にされてもされなくても、あなたは素晴らしい神様に愛されていることを決して忘れないでほしいと思います。皆さん、じゃあ、もう一回クワイアを聞きたいですか、それとも今からトリス行きたいですか、どっちですか。まあ、とりあえず後でいいです。はい、じゃあゆきさんお願いします。ブライアン、ありがとうございました。本当にいつ もう本当に楽しいメッセージで、もう私たちも大好きです。本当に今の素晴らしいニュースを聞いて、ログインだなんてもう考えたこともなかったですけれども、私たちには何万ポイントも実はもう入ってるんだっていうのね、もう目から鱗でしたけれども、もうそんなことを知らなかった時から知った時に変わった日が、それが幸せな日の始まりですよね。ということで皆さん、今日がハッピーな日です。
イエス様本当に感謝します。 Oh Happy Day、 みんなでよかったら歌いましょう。私たちに平安と祝福をくださる神様が褒めたたえられますようにと歌います。 Peace and favor rest on us。Rolling down in the highest, rolling down.
拍手が続くわ。じゃあもう一曲歌います。ありがとうございます。ありがとうございます。もうさっき素晴らしいピアノを聴かせてくださったさよさんがなんかここにいてくれたら私たちはどんなに嬉しいかなって思うんですけれども、さよさん、ありがとうございます。イエーイ。あの実はね、さよさんは、3曲ピアノを弾きに今日あのただやってきたわけではなくて、この私たちのですね、あの全ての練習にもうがっつり関わってくださって、もう叱咤激励雨あられ、もうそれでどうにか私たちこうしてあの歌えるようになっているというあの恩師のような状態です。さよさん、ありがとうございます。本当にで特別に何か新しい曲を用意しているわけではないので、さっきピアノで一緒に演奏した My life is in your hands をもう一度、今度はさっき聞いたので皆さん歌えるかもって思うんです。ユニゾンのところが多いから、私たちの笑わないですこれ私たちの人生はイエス様が握ってくれているから、もう本当に大丈夫。心配があったらそれを私のもとに来て重荷を下ろしなさいって教えてくれるのがイエス様です。頑張れ頑張れ頑張れっていうのがこの世ですけれども、イエス様は私のもとに来て休みなさいっておっしゃってくださってます。そのことを知って今日皆さんと一緒に最後にこの曲を歌えたらなって思います。では My life is in His in your hands。
My life is